糸崎君雄です。アートの価値は誰が決めるのかという話をしようと思いますけども、っていうのはですね、山口正人現代アートチャンネルというね、そういう YouTube チャンネルがあるんですよ。でこれは現代アーティストの山口正人さんが運営しているチャンネルですね。まあ、そのチャンネルの存在をね前から知ってたんですけども、今日たまたまね、お料理してる時にお料理しながら、真面目に一本ね聞いてみたんですね。そしたらまあなかなか面白いことをおっしゃっていて、そしてアートの価値は誰が決めるのかという話をね私がしようと思ったんですよ。で山口正人現代アートチャンネルのうちですね、アートと至上主義という動画ですね、これを私が見たんですよ。でそれに対してアートの価値は誰が決めるのかというテーマで、まあ、話そうというわけなんですね。で山口正人さんは私は面識がなくてあんまりよく存じてないんですけども、一応ウィキペディアがありまして、それで見ると、1980年の東京生まれで今40歳の男性ですね。でね、美大じゃなくてね法政大学経済学部卒なんですよね。でそれでね、法政大学卒業してからグラフィックデザイナーをされていて、で結構ミュージシャンの仕事をやってるんですね。で椎名林檎なんかの仕事もしてたりして、でそういう意味ではデザイナーとしてはね結構ご活躍の方だったんですけども、2012年より現代アートに転向したと、いうことらしいんですよ。でこの YouTube チャンネルは、登録は5年前からやってるんですけども、番組をちゃんと始めたのは1年前からなんですね。この山口正人現代アートチャンネルで週に1回ぐらいの更新で、でそれでね今、登録者数がね1720人ですね。だからまあ収益化してるからね大したもんだと思うんですよね。私のチャンネルなんかより全然数が多いしね、まあ、1720人っていうと決して多くはないんですけども、まあ、現代アートっていうねそういうメジャーではない、分野のチャンネルで、しかも週1回の更新で、で、1年で1720人はね結構大したもんなんじゃないのかなと思うんですね。でまあそれでその山口正人さんのチャンネルは気にはなってたんですけども、あんまりその、聞く機会がなかったというかね、まあとにかく今日初めてこのアートと至上主義という話をがっつり聞いたんですよ。それでね、つまり、山口正人さんがそもそもそのアートの価値を誰が決めるのかというテーマでアートと至上主義という話をしていたんですよね。で今の時代はその市場ですね、アートマーケットですね、それがアートの価値を決めていく時代だというふうにしておっしゃってるわけですよ。でそれは実に健全なことだというふうに山口正人さんは言ってるわけですよね。でじゃあ不健全な状態って何なのかっていうと、そのアートの価値を権力が決めるような状態っていうのは、まあ、健全とは言えないですよねっていう話をされていたんですよ。だからその僕がおっと思ったのは、そのアートの価値を誰が決めるのかということで、でそうすると市場が決めるのかそれとも権力が決めるのかというね、この二択なんですよね。二つしかないのっていうふうにして私は思ったんですよね。で私はそういうその市場価値と権力が決めるというその二項対立で捉えたことがなかったんでね、かなり意外な感じがしたんですよね。でじゃあ僕の場合はそのアートの価値というのは誰が決めるのかというね、ふうに感じているかというと、まあ一つはだからその、まあ、一般的に言ってそれは目利きの人が、まあ、決めるわけなんですよね。だからその、まあ、アートをたくさん見てですね、どのアートが本当に優れているのかどうかっていうのを、まあ、日々研究している人ですよね。でそういう人がそのだんだんそのアートの良し悪しが自分にも分かってきたつってね、これぞ本当に良いアートでこれはダメなアートだっていうふうにしてだんだんこう分かってくると、ね、でそういう人がアートの価値を
決めるっていうのが、まあ、一つあるなというふうにして思ったんですよ。で、じゃあそうやってそのアートの価値を見極める目利きの人ですね、それっていうのはそのある種の権力なんじゃないのっていう言い方があるわけですよ。まさにその山口正人さんはそういうような文脈で、その山口正人さんが言うところの権力っていうのは、その、まあ、大学とかね、評論家とかね、研究者とかね、まあ、そういう、まあ、権力ですよね。そういうことをおっしゃるんですけども、私はそんなことは全然思わなくて、まあ、早話そのアートの価値を決める目利きというのは、そのアーティスト本人なわけですよ。つまり本来的にアーティストはその、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの手記というのがね、岩波文庫で出てますけども、まあ、これ読めば分かる通りに、そのアーティストっていうのは、そのレオナルド・ダ・ヴィンチのような偉大なアーティストっていうのは、そのとにかくこう自分の手でこう素晴らしいアートをね、価値のあるアートをね、作りたいと願ってるわけですよね。で、過去の巨匠をさらに上回るすごい作品を自分は作るんだというふうにして、まあ、研究するわけですよね。で、さまざまな作品を見るだけではなくて、まあ、いろんなその学問ね、数学から科学から、何からつってね、人体解剖学からっていうあらゆる学問に通じながら、そのアートとは何かというものをね、解明しようとして、そして、優れたアートとは何かということも解明して、でそれを自分の作品に反映すると、ね、でそうするとそのつまりアーティスト自身がそのアートの価値が判断できなければ、じゃどうやってその自分が思うところの優れたアートを作り得るのかっていうね、そういうことなんですよ。だからまあ私はそのまあ別にそのダ・ヴィンチほどすごくはないですけども、まあ志としてはだからその一応そのアートの研究の一環としてこの動画も撮ってるわけですよね。で、まあそうやって今フロイトを読んでますけども、そういうものもそのアートの研究の一環なわけですよ。で、アートの研究するとそのつまりアートのことだけを勉強してればいいということではなくて、結局哲学領域に、足を踏み込まざるを得なくてですね、まあ、結局アートとは丸々とは何かって、アートに限らず丸々とは何かっていうのは結局その真面目に考えると哲学的に思考することになってしまって、じゃあ哲学を学ぶしかないですねっていうことになるわけですよね。でそういう中でその、まあ、アートとは何か、優れたアートとは何かということを、まあまあ、認識しながら考えて、そしてまあ自分の手でまた作品を生み出そうとするわけですよね。だからこの私の今 YouTube で流している動画も一応作品のつもりとして、一応っていうかこれは作品のつもりとして私の最新の作品ですよということで流しているわけなんですよ。でだからその意味で言うと、そのアートの価値は誰が決めるのかというと、それは一つは作家本人なんですね。私はこの自分のこの動画のシリーズね、映像作品として大変に素晴らしいとね、自画自賛しているわけですよ、ね。まあ、この歩きながら喋るスタイルというのも、私は気に入っているし、それと、まあ、最近こういろいろこの加工してるわけ、映像を加工してるわけですよね。そしてその何か哲学的なテーマについて考えながら喋ってるっていうのもね、今までなかった形式の作品のシリーズなんじゃないかと思って、で今までにないっていうことはね、それだけ新しくてね、優れてるわけですよ、ね。でこれも私がいろいろとこう研究して悪書きしてきた結果として、まあ、今ここまでの到達点があると、ね、そういうふうにして自画自賛してるわけですよ。こんなもん誰も褒めてくれないですからね。まあ、登録してくださっている方、最近ちょっとまた登録者数ちょびっとだけ伸びましたけども、登録してくださっている方であるとか、まあ、あと私の身近の、人ですね、まあ、私の師匠の彦坂直義先生は随分私の動画は褒めて評価してくださっているので、まあそういう意味ではね、その心強くはあるんですけども、でもそのじゃあ山口正人さんが言うような
その市場主義によって市場が私の動画を評価してるのかっていうと、全くそれは ほぼゼロですよね。でそうすると、じゃあこの動画は市場価値がないから価値がないんだってね、そういうふうに言い切っていいのかどうかっていうことなんですよ。で、まあ、それでなくとも、その例えばセザンヌにしたってゴッホだって、このゴッホなんか生前1枚も売れてないですからね、市場価値なかったわけですよ、ね、そしたらゴッホの絵っていうのは、価値がないじゃないかって、ゴッホの絵画が、ゴッホの作品がなんで価値があるのかっていうと、市場価値なんか関係なくて、ゴッホ自身が自分の作品は素晴らしいんだっつってね、そうやって思い続けて描いたわけですよ。で、ゴッホっていう人は非常に研究熱心な人ですからね、オランダの片田舎から、パリに出てきたんですけど、その過程で地元のオランダのアーティストとたもとを分かってるわけです、たもとを分かってるわけですよ、ね、お前とは絶交だっつってパリに出てきたんですけど、なんでそうやって絶交するのかっていうと、ゴッホだから研究熱心、勉強熱心だからね、先に進んじゃうんですよ。そうするとオランダの田舎でこう保守的に絵を描いている人たちとはもう話が合わないわけですよね。で、パリに出てきて印象派の知識をまあ吸収して、技術も吸収して、そして自分の独自の、芸術を展開すると。で、まあ、新しいものっていうのは、そのいつの時代もね、この私の動画も新しすぎるので評価されないと言えなくもないんですけども、まあ、そうやってその誰に評価されなくたってね、この私がね評価するんだから、もうこれで行くしかないっつってね、まずゴッホの絵画はゴッホが評価したわけですよね。これが私はね重要だと思うわけですよね。でそうすると、その市場価値とかね、その学会的な権威とかね、そういうの全然関係ないわけですよね。でそもそもその学会的な権威、つまりそのアーティストの外部にある権威っていうのは、これ全くアートの価値としては、私はまああえて言うけど無意味なわけですよね。当事者じゃないですからね、作品を作らない当事者がその作品のことについて、なんか分かるのかっていうと、それは分かるわけがないわけですよね。当事者だからこそ、まあ、真剣に研究をして、そして目を鍛えて、そして、何が良くて何が良くないのかというね、その判断ね、アートの価値を決めることができると、そういうことなんですよ。で、じゃあその今のアーティスト、写真を含めたアーティストが、そのようにしてその自分の作品を、これが一番なんだ、ゴッホみたいにね、確信を持って私の作品が一番だと、市場価値はないけど私が評価するんだっていうふうにして言い切れるのかっていうと、まあそうじゃないと思うんですよね。で現にその山口正人さんはこう言っちゃなんですけども、その自分のアートの価値はその市場に委ねますと言っているわけですよね。でそれはそれで一つの判断ですけども、まあゴッホ的なものとは違いますよねっていうことなんですけども、だからそういうふうにして、そのまあ私が感じるのは、その今のアーティストは山口正人さんに限らず、そのやはりその自分の目を鍛えることですね。自分の目を鍛えて、それによってその自分の作品の価値を上げるというかね、今までにない新しくて優れたものを作るんだという、そういう気概でやってる人っていうのはあんまりいないように思うんですよね。だから僕の感覚っていうのは多分古いんだろうなと思うんですよね。その意味で言うと、その山口正人さんが言うところの、その、アートの価値というのは市場に、委ねるべきだとね、そっちの方が本当は、今の時代はそっちなんですよね。私は違いますと。だけどもそのやっぱり綺麗事ばっかり言ってられないですからね、まあ自分が思うところの価値と市場価値というものをその、どこですり合わせをしなければいけないとね。でそれはまあ一連、それはそれでまあ一連考えてるんですけども、まあ、というお話でありました。